団船長として、夫人としても活躍しておられる永田和弘さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、私は細胞生物学、生命科学という学問をやっておりますが、学問とは関係なく今回だけは黙っていられないということで、学者の会の呼びかけ人にならせていただきました。まあ、今紹介いただいたように私は歌人という形も持っておりまして、一般の方々の生の思いを日々、非常に身近に接しているというそういう自信があります。今クリスさんの方から最も危険なのは安倍さんだという話がありました。明日ですね、明日の朝日新聞の歌壇を見ていただければ、私が一番に取った歌が出てきます。それはこんな歌です。総理大臣からその国を守らねばならないというこの国の危機、総理大臣からこの国を守らねばならないというこの国の危機、これは素晴らしいことですね。2位に取った歌はこんな歌です。丁寧に説明するほど支持するが市内を超える今朝の新聞、丁寧に説明すればするほど支持するが市内を超える今朝の新聞、丁寧に説明をすればするほど支持しないが増える、だから説明をいい加減にして、採決に進もうとしているのが今の安倍政権だと思います。これは実は我々を見くびっているというか逆をくくっているということだと思います。つまり決めてさえしまえば反対の声はすぐに収まるもんだというふうに思っています。で実際そのような声が自民党の幹部から出ています。もう決めてしまえば反対運動は自然に落ちるんだ、収まっていくんだと思っています。これは、ヒトラーが、民衆大衆というのは愚昧で忘れっぽいと言ってたのと気を一にしています。でこれを何とかしたいと思う場合には、我々は決して忘れない、この戦争法案に賛成した議員の一人一人を決して忘れない、そして次の選挙ではそれに賛成した議員は一人も当選させない、そういう意思表示をする、そういうメッセージを今政権に伝えるということが最も大事だと思っています。残念ながら運動というのは大きな盛り上がりというのは決まってしまうと、これまでの例でいうとやはり下火にならざるを得ない、その時に個人個人が何をできるかということを考えてほしい。個人個人ができることは決して次には投票しないということをみんなに意思表示をすることだと思うんですね。その意思表示を決まる前にすると今君たちが皆さんが賛成をしたら二度と国会という場には来られませんよという意思表示をしていくということが最も大事なことだと私は思っています。そのような意味で私は、歌人としては、選果をするという立場にありますが、多くの人たちの反対の声をできるだけ取り上げていき、それを新聞に還元することによって、新聞や雑誌に還元することによって、こういう反対の声が決して収まっているものではないんだということを、持続的に伝えていきたいというふうに思っています。もう一つ今日ここでお話ししたいのは、我々には非常に言語的言葉の危機が迫っているということをお話したいと思っています。一番見やすいのは言論統制です。皆さん覚えていらっしゃいますか。マスコミを困らしめないといかんと言ったの誰ですか。沖縄の2つの新聞は潰さなあかんと言ったの誰ですか。それも言論の自由だって言って弁護したのは誰ですか。こういう言論統制という締め付け、あるいは恐れがもう現実のものとして迫ってきています。
これには非常に注意深くあります。もう一つ、失言が多いですよね。デモはテロと同じだと言ったのは誰ですか。デモはテロみたいなもんだって言ったの、ま、もう覚えてられない。そうですよね、もうね、失言が山ほど出てくるんで覚えきれない。発行一部って言ったの誰ですか、ね、我が軍って言ったの誰ですか。デモに行ってるシールズの学生たちは、なんだ戦争に行きたくないじゃんって言ってるだけで利己的だって言ったの誰ですか、ね、こういうふうにどんどん失言が出てくる。この失言は我々の言語感覚を麻痺させます。初めの時は発行一部っていう言葉が出てきたら反応しますが、二度目からはもう反応しなくなります。これ我々に免疫力ができてくるからですね。これが非常に怖いと思います。3点目、自粛をするという形での萎縮ということがあります。さいたま市で梅雨晴れ間、梅雨空に救助を守れの女性デモっていう俳句が入選しました。これを埼玉市の公民館は公民館の開放に載せるのを拒否しました。憲法を守るか守らないか、改憲か護憲かという2つに分かれているときに一方の意見だけを入れるのはまずい。これ自粛ですよね。でもこういう自粛から我々の思いが自由に物を言うということがどんどん押さえつけられている。これは非常に怖いことです。公民館、これは公務員ですから、公務員というのは憲法を守らなければならないという規定があります。99条ですね。この憲法に違反しているわけですが、それすらも守られなくなっている現状、こういう現状に非常に危惧を覚えています。これが行く先は有無を言わせない、ある種オールマイティの言葉で皆さんを縛る戦前の状況です。戦前の状況をご存知の方、ここ若い方多いからご存知ないかもしれない。一番怖い言葉は何だったんですか。戦前一番怖い言葉は非国民、非国民という言葉でした。お前は非国民だって言われたらもうそれで何も言えなかった。こういう言葉が今またやってこようとしています。例えば国益に反するようなことというのが自民党の憲法草案にあります。自民国益に反するようなことは認められない、言動は認められない。あるいは積極的平和主義という言葉もそうです。こういう我々が反対できないような言葉がどんどん我々を戦争の方に引っ張っていく。これは70年以前前にあったことです。こういう状況が今まさにやってこようとして、我々はこのような言葉に非常に注意深く、そしていつも精神神経を研ぎ澄まして聞いていかなければならない。今日はそのことを訴えたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。